鳥取ヒストリー。1983年、ガイナーレ鳥取の前身となる鳥取教育団が誕生した。鳥取教育団は鳥取県内の教職員で構成されたサッカーチームであった。1986年、その鳥取教育団が主力となったチームが山梨国体で優勝。大きな話題となった。そして1989年、鳥取教育団はチーム名を SC 鳥取に変更する。これにより教員に限らず開かれたチームとなり、鳥取県を代表して全国相手に戦うチームとなったのだ。しかしその後 SC 鳥取は苦戦を強いられる。中国リーグに昇格するも下位に低迷。中国リーグからの降格により県リーグで戦う時期もあった。そんな中、2000年、 SC 鳥取は大躍進を遂げる。中国地区の強豪実業団チームを次々と撃破。中国リーグを優勝したのだ。さらにその勢いのまま挑んだ JFL 参入決定戦でも全国の強豪実業団チームを連覇。見事 JFL の昇格権をつかんだ。2001年はJFL 初挑戦の年となった。結果は2勝2分け26敗で最下位。それでも観客動員数はリーグ2位となり、県内での注目度が高まった年となった。2002年、この年は JFL からの降格制度が導入された。昨年最下位だった SC 鳥取はもちろん降格の危機にさらされたが、13位で JFL 残留を決めた。2003年、新加入選手が大幅に入団、チームの強化を図った。結果、チームは5連勝、7試合負けなしという快進撃を一時は演じ、6位につける。最終的には10位となったものの、大きな飛躍を見せた年となった。しかし、その後は、2004年14位、2005年12位、2006年11位と成績不振が続いた。そんな中、チームは J リーグ参入へ向けてついに動き出す。2007年のプロ化である。選手たちの契約はアマチュア契約からプロ契約へと変わった。さらにチーム名も SC 鳥取からガイナーレ鳥取に変わった。ガイナーレのガイナは大きなという意味の方言。ガイナーレには大きくなーれという意味が込められていた。さらにチームは J リーグ昇格に向けて J リーグ経験者を複数補強。監督には天皇杯制覇の経験を持つ水口氏が就任。ヘッドコーチにはタイ人のビタヤ・ラオハクルが就任した。しかし、プロ化したからといって急に強くなるわけもなく、開幕戦から5試合勝ちなしとスタートダッシュに失敗。波に乗れないまま8月に水口監督が成績不振により辞任。その後、ヘッドコーチのビタヤ・ラオハクルが監督へ就任し、チームを立て直すも、最終的には10勝9分け15敗の14位。大惨敗でシーズンを終えた。そして、2008年。ガイナーレ鳥取は14位からの巻き返しを図るべく、日本代表経験のある小村選手、J
J1 経験者の吉野選手の加入など過去最大の補強を行った。監督は昨年に引き続きビタヤ・ラオハクル。 J リーグ参入条件の4位以内に入るべくシーズンに臨んだ。するとチームは史上初の開幕戦勝利を挙げる。そして続く試合も勝利し2連勝。昨年とは打って変わって最高のスタートを切った。ところがそこから9試合でわずか1勝とまさかの大失速。昇格がかなり厳しくなった。それでもガイナーレはここから驚異の追い上げを見せる。前期12節から引き分けを挟んで5連勝、後期5節以降は12試合で9勝と巻き返し、運命の最終戦を迎えた。最終戦を前にガイナーレは5位、昇格圏の4位までは勝ち点差2、4位の岡山が引き分け以下でガイナーレが勝利すれば昇格となる。そんな最終戦の相手は流通経済大学、後に J リーグで活躍する宇賀神、帝、船山らを擁するドリームチームだった。そんな運命の一戦は0対0の拮抗した展開が続く。しかし後半、流経大のフォワード船山に2得点を決められてしまう。そしてそのまま0対2で試合は終了。ガイナーレは J2 昇格を逃した。4位の岡山が引き分けていたため、この試合に勝っていれば昇格という状況だった。この試合は龍ヶ崎の悲劇として今も語り継がれている。